どうも、りょうまでーす。今回はですね、このアキネーターっていうのをやっていこうと思いまーす。結構ね、有名なんで、ご存知の方も多いと思うんですけど、一応ね、わからない方がもしいらっしゃったらあれなので、説明しようと思うんですけど、このアキネーターっていうのが、頭の中で、なんかキャラクターとかを思い浮かべるんですよ。それで、質問に答えていくと、このアキネーターが、その頭に思い浮かべたキャラクターをズバリ当ててくれるっていうアプリですね。で、今回、これで、5人ぐらいね、あるキャラクターをやっていこうと思っております。では、早速やっていきましょう。私にチャレンジ。はい。はい、では、まずね、一つ目のキャラクターなんですけど、タヌキチ？あれですね、ダナモですね。ダナモをやっていこうと思います。で、これ下に質問があると思うんですけど、質問その1みたいな感じで。で、その下に回答があって、これをどんどん答えていくと、なんかもう当てられちゃうみたいなゲームなんですよ。じゃあ早速やっていきましょう。YouTube 関係者？たぬきちさんは YouTube 関係ないから、いいえ。事務所に所属していますか？たぬきちさんは、事務所は入ってないはず、いいえ。あなたと関係がある？いや、自分と、あ、でもゲームをやってるから、部分的にあるのかな？多分そう、部分的にそうにしましょう、これは。人間？人間じゃないです。目がありますか？目はありますね。はい。動物の耳が生えている。まあね、タヌキだからね、動物のね、お耳生えてるよね。はい。4本足で歩く。いや、タヌキさんは2本足なので、いいえ。名前に小文字がありますか？たぬきちさんはないよね。いいえ。ニックネームにんがついている。たぬきちはいいえです。ゲームに関係する。これはもうはいですね。うぅ！かなり、革新的な質問してきたぞ。これでもちょっとずるくない？この質問。まあこれははいですね。ニックネームは4文字。やばい、もうアキネーターさん分かってきてるぞ。はい。ニックネームに、ちがついている、たぬきち。もうこれお顔的にちょっと分かってるな、この人。はい。二人組ですか？お、これあれかな、つぶきち、まめきちのこと言ってんのかな？いいえです。猫？猫じゃない、たぬきです。あはは。ちょっと待って、これもうさ、絶対分かったね、この人ね。まあ、はいですね。でもこれさっき出なかったっけ二人組って。いいえ。あ、多分これもう当ててくると多分。聞いたよ、ダナモ、ダナモ。完璧でございます。っていう感じで、こうやってね、当ててくれるんですよ、何でも。で、最初は、結構有名なのをやったんですけど、こっからちょっと難しそうなのをやっていこうと思います。まあ、これははいですね。お見事、アキネーターさん。はい、では二つ目のキャラクターなんですけど、皆さんトゥイーティーって知ってますかね？黄色い、確かあれカナリアかな？で、自分、声がすんごい好きで、あの子の、聞いたことあります？なんか見た？見た？ワウイ猫たみたいな感じで喋るんですよ。もうそれがめっちゃ好きで、最近ね、ちょっとグッズとか買ってないんですけど、前結構買ってたんですよね。YouTube 関係、YouTube 関係者聞くの好きで、いいえ。人間ではございません。いいえ。動物の形をしているっていうか、もうまんま動物なんだけど、この場合はハイでいいのかな？一応ハイにしとこう。また動物の森。今回動物の森は関係ございません。名前に小文字がありますか？トゥイーティーあるね。はい。ニックネームに、トゥイーあるね。はい。ゲームに関係する。なんか出てる気もするけど、そんな直接的じゃないから家でいいのかな、これは。ディズニーキャラクターに関係あるディズニーではございません。アニメになっている、アニメはやってますね。もう自分昔すんごい見てて、本当に。声めちゃくちゃ可愛いんですよ。毛が白い。いや、黄色黄色。だからこれはいい絵だね。名前が作品のタイトルになっている。うわ、これちょっとわからないな。そういうのもあるのかもしんないけど、わからないでいこう。くちばしがある。あれ、鳥だからあるはず。はい。あだ名か、うーから始まる。うーからじゃないね。とだね。体が黄色ですか？え、なにこれもちょっとわかってる系？はい。小さい？小さいです。これ当てられたっぽいな。トゥイーティー。まあね、でもトゥイーティーもね、まだ結構ね、有名ですからね。
これはいですね。お見事です。三つ目のキャラクターなんですけど、ブーをやろうと思ってるんですよ。皆さんブーってご存知ですかね。あのモンスターズインクに出てくる、あのすんごいめちゃくちゃ可愛い女の子がいるんですけど、自分あの子めちゃくちゃ好きで基本的にね幼い子が好きなんで、もうちょっと見るとハーハーしちゃうんですけど、今度はブーでやっていこうと思います。実際に存在する、実際にはいいえ、名前に小文字がありますか。ブーはないです。いいえ。人間、これ一応人間でいいのかな。これどうなんだろう、部分的の方がいいのかな。部分的にしとこっか。一応女性、女性ですね。ブーは可愛い女の子です。ゲームは関係ないんじゃないかな。いいえ。名前に漢字が入っている、漢字は入っていません。ニックネームは3文字、ブーだから2文字だね。いいえ。呼び名は2文字ですか。はい、2文字でございます。戦わない。あんな可愛い子戦ったら、やーよ、映画化されましたか。てか映画からスタートだよね、多分ね。はい。物語の主人公ではないかな。いいえ。主人公より年上ですか。いや、年上ではないでしょ。いいえ。10巻以上漫画がある、漫画はないね。いいえ。やばい、ちょっと分かってきてるかも。ディズニーが制作したもの、そうでございます。ニックネームに、あ、これ分かってきてんじゃないの。もう口笛吹いちゃってるもんね。はい。おもちゃ、あ、これあれでしょ、トイストーリーだと思ったでしょ。違うんだな、実は。え、嘘、待って、何、今急展開じゃない、今ので分かったんだ。あ、ちょっと待って、めっちゃ可愛いんだけど。ブー、自分何でしたっけ、女性のこういう髪型、二つに結ぶやつ。自分これが女性がやる最強の髪型だと思ってるんですよね。うわ、やっぱわかるね、ここら辺まではね。はい。残り2つなんですけど、4つ目がちょっと難しいの言ってみようかなと思って、ポケモンなんですけど、自分がね、圧倒的に一番好きなクマシュン、これ出んのかな。いや、でもポケモンだったらね、出そうな気もするんだけどね。じゃあクマシュンでいこうと思います。ニックネームに、わ、これはつかないですね。いいえ。尻尾がある。ちょっと待って。クマシュンって尻尾あるのかな？え？待って待って、わかんない。でもクマさんだから多分尻尾あるよね。はい。やばい、大好きなのに尻尾があるかわかんない。任天堂と関係してる。いや、もう大ありでございますね。あ、また動物の森だ。動物の森好きね。やっぱ最近あれかな？質問する人が多いのかな？もうなんかちょっとずるい質問が来たけど、まあそうですね。ポケモンですね。はい。名前に小文字がありますか？うわ、見事にあるよ。ちっちゃい湯が入っております。体が黄色ですか？ピカチュウだと思ったでしょう。なんか自分前に、ピカチュウの発音変だよって言われたんですけど、別に自分変じゃないですよね。ピカチュウ、ピカチュウ、ピカチュウ。なんか発音違うよって言われたんですよね。黄色ではございません。青い？なんか青っていうよりかは水色なんだよな。部分的にそうかな。二本足で歩く、クマシュンはよちよち二本足で歩きます。水が深く関係してる。こう、でもさ、水は、でも鼻水垂らしてるんだよね、あの子。これ部分的にそうでいいかな。鼻水だしね。ニックネームに魔がつきますか？クマ、つかないですね。これいい絵ですね。ペンギンではございません。巨大な体をしている。進化すると巨大っぽいけど、クマシュン自体は、ちっこいよね。クマシュンっていくつなんだろう、身長。やばい、好きなのにそこも分かってない。でも多分いいえ。何かが進化した姿ですか？違います。ニックネームは4文字、クマシュンは5文字です。くちばしがある、くちばしはないです。M から始まる？いや、M からは、始まんないよね。始まりません。ニックネームに、がついている。ついています。やばい。ちょっと革新的なことを聞いてきた。交流期に関係している。しています。ニックネームに、血がついている。いや、血はついてない。いいえ。嘘、わかったの今ので。あ、クマシン尻尾あるわ。で、見てこの可愛いお顔に。このね、鼻水ね。垂らしてるところもね、またたまんないんですよね。ああ、もうハーハーしちゃう、わくましてみただけでも。はい、これは大正解でございます。はい、では皆さん、最後の質
問、質問じゃないや、あれか、考えたやつなんですけど、めちゃくちゃ有名なんですよ。めちゃくちゃ有名なんですけど、ちょっとまあ、出てくるとは思うんですよ。簡単にね、ポンと出てきちゃうと思うんですけど、ちょっと久しぶりにね、アキネーターをやって、どうしても本当に試したい人物がいて、もうもちろんね、皆さんもご存知の人物なんですけど、その人物がですね、世界の麻婆でございます。まあね、これ簡単に出てきちゃうと思うんですけど、ね、もう一応ですけど、麻婆をご存知ない方がね、もしかしたらいらっしゃるのかもしれないので、ご説明するんですけど、自分のね、ゲーム実況してるときに、まあ、フォートナイトに主に出てきてくれるんですけど、フォートナイトの世界的有名プレイヤーで、麻婆っていう方がよく出てくれるんですよ。ライブ配信もよく一緒にやってくれたりするんですけど、その、世界の麻婆をアキネーターで出るか、まあ、出るんですけどやっていこうと思います。ポケモンに関係する、あれ、麻婆はポケモンじゃないね。いいえ。人間麻婆人間人間、はい。人間でございますね。女性ではございません。いいえ。主人公？あ、で、ちなみになんですけど、ここで答える質問は、皆さんの頭の中にいる麻婆で答えていこうと思います。皆さんでもわかる麻婆ってことですね。で、いこうと思います。主人公？麻婆もある意味主人公なんだけど、でもこれ多分あれだよね。ゲーム的なお話ですよね。だから、まあ、そこはいいえかな。10回以上漫画がある。麻婆はね、まだ漫画は出してないんだよな。いいえ。ゲームに関係する。これは部分的に、日本人？これあれですよね。皆さんの頭の中にいる麻婆って何人なんだろう。さっきね、みんなの頭の中にいる麻婆でいるって言ったから、多分みんな分かってないと思うんですよ。分からないでいきましょう。名前に小文字がありますか？いいえ、小文字はございません。アニメになっている。今ですね、なんかアニメになるっていうお話も出てるらしいんですけど、今現在はなってないのでいいえです。戦う。これ部分的にそうだね。フォートナイトで戦うもんね。スマホゲームのキャラ。フォートナイトってさ、あ、でもあれか、キャラクターではないか。いいえですね。YouTube 関係者。これはあれだね。チャンネルは持ってないから、まあ部分的にそうかな。名前に漢字が入っている。漢字は入ってはいません。頭に何かを被っている。まあまあ別に何も被ってないから、いいえ。ニックネームにんがついている。んはついていません。実際に存在する。もちろん存在しますよ。ひらがなですか？ひらがなじゃないね。まあまあカタカナだからね。顔を公開していますか？顔はですね、多分皆さんご存じないと思うので、これはいいえでございますね。よくマイクラを実況していますか？これはあれだね。何回か一緒にやったことがあるから、部分的にそうですね。バーチャル YouTuber に関係ありますか？バーチャルではないかな？いいえ。呼び名は2文字ですか？ 2 文字ではございません。名前が4文字ですか？これもしかしてあれかな？ちょっと分かってきてんのかな？名前は4文字です。金髪。これあれか、みんなさんの考えだと金髪かどうかわかんないですよね。ちょ、これわからないか。ニックネームにあがつきますか？あはつきません。つくつく、麻婆の半分はこれよ、もう。半分が伸ばし棒だからね。え、待って。よく仮面をつけている。ね、サムネとかであげるときに、仮面をつけてあげたんですよ。だからまあこれ部分的かな、部分的にそう。人狼ゲームをしていますか？人狼はやったことないな。ニックネームに魔がつきますか？一番最初につくよ。まあ。ちょっと待って、出ることは分かってたんですけど、皆さんご覧ください。麻婆、しかも下にちゃんと書いてある。世界的フォートナイトプレイヤーって。マジ？いや、麻婆有名になったね。すっごーってことで、やっぱ、分かってはいたんですけど、実際にね、こう、目の当たりするとめっちゃ感動しますね。やっぱ、アキネーターでも知っていましたね。世界の麻婆。うわ、感動したわ。ってことでね、
初めてアキネーターをやってみたんですけどね、すごい感動的な結果で終わりましたね。ということで、今回はここで終了しようと思います。ご視聴いただいた方、ありがとうございました。